今の時期にマッチする服を買いたいのんちゃんです。そのミッションでは半袖デビューしたかどうかお伺いしておりましたけれども、はい、うん、どうですか吉野さんは。まだまだです。まだまだです。全然です。吉野さんは寒がり、はい、基本的に服装は最低気温に合わせて決めるので、うんうん、あ、そうなんですね、はい、まだ最低気温15度ぐらいです。そうですよね、まだまだ半袖にはほど遠いという。私もでも吉野さんタイプです、はい、まだまだっていう感じですね。結構勇気いりますよね、半袖1枚で出かけるの。そうですね、うん、やっぱりでも朝は、ね、本当に、ね、ちょっとでも寒く感じるのは嫌なので、うんうんうん、いや、わかります、はい、しっかり着るというね感じ。暑いのはまだなんか耐えられますけど、はい、寒いのって風邪ひきそうだったりなんかちょっと不安な気持ちにもなりますよ ね、まあ、個人差が結構あって、あ、そっ、逆に暑いのが耐えられないという方も、ね、いらっしゃいますけども予防センター内でもね、はい、なんかこう浮かんだりとかもしますけれども、予防センターはどちらかというと暑いのが苦手な方の方が多い、ね、多いですよね。結構皆さん寒いのが苦手は少数派みたいな。いや、私がいます、はい、ここに。さあ、ちょっとなんか私も調整しやすい服装と言いつつ難しいよね、手持ちの服でなんかこうするのって難しいななんて思うんですけれども、皆さんうまくいってますか？なんかちょっとおすすめあったら教えてください。今日一応なんかこうお洋服買ったりとかしようかなとか、あの見に行こうかなとは思っているので、なんかどうしよう。そうそう、シャツとか買おうかなって、なんかいつもクローゼット見て、あ、これあったらいいなって、シャツあったらいいなって思うんですよ。そう、シャツだと長袖だけど通気性結構いいじゃないですか。今あんまりそのシャツ持ってないので、七分袖でね、今七分袖です。見せ方ねえ、あ、ワークマンで空調服ね、あ、熱くこうファンがついてますよね、あ、ちょっとあれかも。ちょっとどうだろう。で、あと言って羽織るものを持ちたくないっていうこだわり持ち合わせてまして、それがより一層調整しにくくしてるんだろうと思っておりますね。あの、暑くなって脱いでお荷物になっちゃうのが難しい。あ、カーディガンね。そう、だからカーディガン1枚着るんですけれども、カーディガンで成立してるので脱げないんですよ、これ。脱げないカーディガン脱げるようなカーディガンしなきゃいけない。じゃあ服装予報見ていきましょう、こちら。そんな時の服装予報ということで、一番下の間の一番左側3本線のメニューを押していただいて、自然季節健康ジャンルにあります。今日カーディガンなんじゃないの。あー、カーディガンだ。長袖シャツにカーディガンということで、ね、あ、半袖にストールとかね。あ、ストールとかもいいかもしれないですね。そっか、じゃあちょっと脱げるカーディガンを用意したいなと思います。はい、シャツにベストとかね、なんかちょっと服装頑張ろうかな、調整しやすいに重きを置いてね、服装もちょっと考えていきたいなというふうに思います。はい、